はい、どうも、和道です。よろしくお願いします。今日は2017年9月の19日ですね。22時40分です。よろしくお願いします。花火2000発もらうわけです。よろしくお願いします。ありがとうございます。マキロワード2。あざーす。じゃあ、残り1999発の花火、お待ちしてます。この枠はね、リスナーさんを楽しませる気は一切ありません。一切ありません。僕がただ花火をもらうだけの枠なので、ご了承ください。もてなそう、楽しませよう、全然しませんから。もうひたすら4時間花火待つだけの枠です。どうぞお楽しみください。どうぞご自由に。はい、ただの乞食配信です。ただの乞食配信。何発いくかね。 大富豪来るかな。ウォーレン・バフェット、石油王待ちですよ。 もう神々の遊び、戯れ。もう本当に退屈すぎたんで、僕ももう限界ですわ。退屈で退屈で仕方がないから、ついに神々の遊びに手を出してしまったよね。魂を売るっていうね。まあまあ、花火を待ちながら気長に楽しみましょうや、皆さん。マキルも結構古参なんじゃないですか。大喜利？大喜利でも結構好きかな。一本グランプリとか好きだったから。大喜利好きだけど。大喜利めんどくさいんだよね、結構。フリートーク。おーい、ありがとう、チャンリーか。ありがとう、言ってみるもんだな。こんなんでくれるの？こんなリスナーちょろくていいの？ ちょろくていいの？チャンリーか、ありがとう。ちょろ。ちょろいぜ。何？タイトルに花火くれって書いたらあげるの？アスペかよ。みんないいやつだな。ありがとう。超いい子。めっちゃいい子。ちょろいでしょ。大丈夫？こんなちょろくていいの？ありがとうございます。これ本当に2000発いくんじゃないの、この枠。この枠2000発いったら多分ニュースになるよ。俺が花火2000発一撃でもらったら多分大ニュースだろうね。激震が走るよ。激震が。多分嫉妬の嵐でしょ、他の配信者からの。おお、ナウシカいらっしゃい、ワトツ。すげえな。ありがとうございます。フォロワー全員投げたから300発。あ、3000発。まあそうだよね。1発ずつ投げたら3000発だよね。ありがとうございます。ありがとうございます。出してください、ぜひ。バンバンください、もう。トップスピードまで、もう、タイミングとか見計らわなくていいっすわ。もう4時間バンバン、連チャン状態でお願いします。確変状態で。もう、バンバン投げてください。アラブの石油王が日本のソシャゲでガチャをめっちゃ回してるらしい。へえ、マジか。あ、まあまあまあ、そういう世界だろうね。アラブの石油王とかさ、もう金に困るとか、金が金じゃないでしょ。確変状態でお願いします、もう。すげえよな。ていうか100万マジで一回つかみたいんだよね、配信もう5年目だから。マジで100万の世界を見てみたい。月収100万。配信者として月収100万の世界。どんな世界が待ってんだろう。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。トイレ。4時間アイテムタイム。
のんちゃんありがとう。トイレ行ってる間に慣れちゃったの？うん、ありがとうのんちゃん。ていうかのんちゃん花火持ってたんだ。ありがとうのんちゃん。今買ったの？すげえな。ありがとうのんちゃん。いけるんじゃない今日。一人一個投げたらいけるもんね、フォロワーが。風船ありがとうございます。バーガーありがとうございます。これなんかいけそうな気がしてきたわ。いけそうな。いけるわ、今日は。今日は2000発絶対いけるわ。なんかそんな予感がする。私のきっかけは崇拝？崇拝。ありがとうございます。アメン。めっちゃ嘘。だってさ、俺思うんだけどさ、閲覧さ、なんか俺マンスリー今43位なんだけど、13万7108人見てんだよ。俺だけ桁が違うんだよ、みんな。13万人見てんだよ。ヒカルくんより多いんだよ。ふわっちに関しては。新八丁とか、まあドレさんも多いな、結構。結構多いのに、全然だよね。もうそろそろ結果出したいよね。そろそろ結果出したいよね、本当に。ま、アンチが見てる。アンチばっかりだよ、俺の放送。てめえらも年に1回ぐらい投げろやって話だよね。少量。年に1回ぐらい今日この日生産しろ。もう10発、20発ぐらい投げろやっていう。ズバ抜けてるよね、閲覧数。マンスリー見てても。なんでこんな稼いでねえんだよっていう。おかしいだろ。みんな俺のこと好きでみんな見てるくせに投げねえかんな。ひねくれすぎだよ、ほんと。俺がどうしたら花火上がるようになるか問題だよね、ほんとにこれは。配信時間も長いんだよね。長いし。そんなにね、なんでこんな埋もれてんのかわかんねえわ。なんでこんな埋もれてんのか、ほんと客観的に見て全然わかんねえわ。え？シャイニーになればいいの？シャイニー言うほど花火上がってないかんね。え？漫画にだからイラスト描けないもん俺。あれどこでか、絵師さんが描いてるんでしょ多分。だからね、漫画で描いてほしいよね、うん。花火リアクションとか作った方がいいのかな、やっぱ。花火リアクション。なんだろうね、花火リアクション。和道っぽい。なんだろうね。よし！うわ！よし！よし！アイラみたいにいいんじゃない？アイラない。花火ありがとう！声がね、2オクターブぐらい上がるの。花火何々ちゃん、花火ありがとうって言うんだよね。アイラ。なんだろうね、あの、甲高い声は。ありがとうって言うんだよね。あれ腹立つよな、アイラのあれ。ありがとう。あいつ現金のやつだよな、ほんとに。どっから声出してんだよ。いや、俺は今日2000発絶対必ず達成するわ。じゃあ2000発行ったらそのままアメリカ行くか。このまま。このままアメリカ行こう。あ、俺パスポート持ってねえや。じゃあこのままのんちゃんと北海道旅行行こう。日帰りで。
そうしよう、日帰りで。で、カニ食って帰ろう。北海道に行ってカニ食って速攻帰ろう。そうしよう。ファーストクラス乗ろう、のんちゃん。ファーストクラス。うん。ファーストクラスに乗って、配信でカニ食って、狂ったようにカニ食って、で、ファーストクラスで帰るって。一瞬だよ、ファーストクラス。え？一瞬で1時間ぐらいで。1時間ぐらいだけど、ファーストクラス乗ってみたくない？なんか。ファーストクラス乗ってみてえわ、俺。それはダメ？何がいい？100万掴んだら何やろうか。お買い物配信。お買い物配信。で、100万掴んだら、1日で100万円使えるか企画やるか。国内ってファーストクラスないの？知らなかった、知らないんだけど。おい、MC ありがとう。イエッ今のが花火リアクションだよ。いやいや、もう、ありがとうございます。全力で喜ぶから。ありがとう、MC。うん、1分で9個のペースなんだ。あ、ビジネスクラスしかないんだ。イヤホイが好きなの。イヤホイね。うん。イヤホイがいいんだ。豪華客船とかいいね。豪華客船で配信できないのかな。なんだろう、100万でもう人生あるかないかみたいな、そう、普通の人が経験しないことやりたいよね。ファーストクラスもそうだし、豪華客船もそうだし。豪華客船にさ、のんちゃん乗ってタイタニックやろうよ。よーひーって。あ、それ面白い。ワンタロウより先にインドで。あ、それも面白いね。ワンタロウの企画を潰しにかかるっていうね。あ、それもいいね。100万あったら何やろうかな。いや、今日いけそうな気がするわ。100万いけると思うわ。待ってるよ。なんだろう。何に使うかな。あ、もう決めよう。何に使うか。あ、もう俺100万掴むわ。この枠で。いけるよ。いけるいける。絶対いける。言っても2000発だから。もう宝くじより全然あるからね。全然あるから。全然ある。うん。ドカッと来るよ。ドカッと。花火師さんが。超有名伝説花火師さん。ドバイの富豪が来るよ。Hey, Wado. Nice to meet you. つって。Hi, Wado.そうだよ、俺が言うのはこれだけだよね。 Please give me fireworks、うん、Yes って言って。いけるいける、絶対いける。俺は今日掴むよ。配信会の歴史変える。一枠で100万。一枠で100万ってあんのかな。一枠で100万ってある。あ、のんちゃんに規制本能はあるのか、検証枠。100万円でいける、一番遠くにのんちゃん置き去りにしてノーマネ。それってなんか、どうなんだろう。うん。100万円、100万円。100万円。100万円か。そうだね、中国マーケットも狙っていかないとね。中国のマーケットを今無視できないからね。やりましょう、やりましょう、決めましょう。今日ここで人生変えよう。もうこの退屈な人生に俺は耐えられない。もうこんなのは嫌だ。俺はこんな退屈なの嫌だ。今日人生変える。ヒャッハーする。
うちの嫁が見てる中国の配信アプリだとトップの閲覧14万人。セブンティーンとかないの？違うのかな？14万人閲覧すごいよな。桁違いだよな、本当に。すげえよな。人口が違うもんな。中国の人口ってどれくらいなんだっけ？30億人ぐらい？11億人か。大したことねえな。リアルタイムでって何それはって。あ、リアルタイムアクティブ、あ、どうなんだろうね。あ、でもまあそれくらいあってもおかしくないよね。石川のりゆきクラスの人でがいるとして、で10倍の人口を抱えてるって考えたらいける気はする。爆買いする民族なんだから、アイテム爆投げも、いや、アイテムすごい投げるらしいよ。セブンティーの運営さんが言ってたね。はい、こんばんは。まあ全然そのなんかもうチップ投げてなんぼみたいな、そういう世界らしいよ。日本は消極的だって言ってたね。え、いや、潰したいんだよね、もう。痛いよ。潰れないんだよ、ここのニキビ。夜ご飯食べてないですね。アクティブ14万人って世界が違うよな、本当に。でも YouTube より配信の方が面白いと思うんだよな。5時間、4時間で500万投げられてる。あ、全然いける、全然いける。みんなで伝説作ろうぜ。みんな、花火頼むわ。俺を神に変えてくれ。ワド神様に。オマン国際空港、正気だよ。正気。頼むわ。ちょっと力貸してくれ。潰したら後残って。いいや、後残って。もう潰してんだわ、こいつ。行って。一人一個と言わず、もう一人100個でもいいわ。一人100個が10人でも何でもいいわ。もうとにかく花火をくれたら、俺は人生今日変えたい。今日人生を変えたい、俺は。今日投げてくれ。今日花火をくれ。俺に花火をくれ。みんなが投げたら終わりだからね。タバコは多分死ぬまで吸いたいなとは思ってますね。わかんないですけどね。お前お寿司おごるって言ったら焼肉がいいとかほざいたた。いや、花火くださいよ。なんか石野みたいになってきたな。いや、花火くださいよ。いや、もうくずっぷり出していこう。花火欲しいっす。はい。うん。いや、もう花火ください、本当に。こんばんは。いや、花火欲しいっすわ。やらねえの？ああ、残念ですね。ルースさん、こんばんは。いや、もう頼みますよ。伝説作らないっすか？伝説どうっすか？伝説見たくないですか？いや、花火くれる人としか話しませんって感じじゃないですけど、みんなで一緒に伝説作りません？伝説。伝説作りましょう。伝説を。一緒に。伝説見たいっしょ。作りましょう。語り継がれましょうよ。みんなで一緒に。ちょっと今月いっぱいぐらい。9月いっぱいは多分この話題で持ち切りになるんで。よろしくお願いします。
あなたの一発が世界を変える。どうぞよろしく。ドカンと男気、気持ちよく男気でこうパーンと行きましょう。2000発っすから。なえたっつって。いけるいける。いやいや、まあもう変えたいでしょ。もう退屈なんで。もう退屈なんですよ、とにかく。暇で暇でしょうがないんで。僕の人生をこうパツンと変えてくださいね。なぜか今、小島グランプリちょっと見てみようかな。いや、困ってはないですね。正直。困ってはないですね。とりあえずこう、バチーンと一発欲しいですね。バチーンと。てか覚えてますか？何を？何を覚えてるの？気合で、気合でいきましょう、気合で。何にも困ってねえわ。頭痛い時、和藤さんどうしますか？耐えるね。ひたすら耐え、あ、俺あんま頭痛ないんだよな。本当に人生何回かしかない。頭は痛くならないタイプ。頭痛あんまりないですね。たまーにあるけど、耐えるしかない。かつての勢いあった時っていつ？かつての勢いっていつ？そんな時代あったっけ俺。いつも低空飛行なイメージなんだけど。ロハコに悪用、え？ロハコに悪用されたルール？え、いつの話？それ悪用されたって。え？ゴシャブ事件のルルさん？ゴシャブ事件の人だっけ？ルルさんって。合ってる？ゴシャブ事件のルルさん？うわぁ、すげぇ。ゴシャブ事件のルルさん？え、ちょっと、すごくない？ちょっと掘り下げたいね。柏木事件のルルさん？え、ちょっと凸かけてきていろいろ聞かせてよ、いろいろ。うわぁ、ナッツ。柏木事件の、要は、あれだよ。柏木を誘い出すために、ルルってアカウントでやり取りしてたんだよね。確かそんな話だよね。え、どんな感じだったっけ？うわ、懐かしい。あ、どうも、ルルさん。いや、懐かしいでしょ。くっそ興奮するでしょ。寿司おごるって言ったら、おごられる身分で焼肉、だって寿司食いたくなかったんだもん、その時。もう終わった話いいじゃん。だって食いたくなかったんですよ。焼肉が良かったんですもん、その時。今は花火がいい。だから俺が欲しいものを食わせてよ。体でどんな感じに耐えますかって、もうだからもうこういう感じだよね、もう。こういう感じで耐えるよね、俺。頭痛いときは。こういう感じのときもある。え？あの後、柏木と付き合ってた？え、ちょっと待って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 。え、どういうことどういうこと？え、あの後、柏木と付き合ったの？え、ルルさんが？え？え、ちょっと待って。俺、ひなりと付き合ってるって情報あったんだけど、結構確かな情報なんだけど、浮気されてないですか、ルルさん。だって、柏木と付き合ってたの、ひなりでしょ？え、だから浮気されたってこと？マジか。マジか。あ、その前に、え？え？なんかいろんな知らない話が出てきたな。え？柏木って今何やってんの？ひなり、あ、ひなりは後なんだ。あ、そっかそっか、そうだ。引退する前に。え、じゃあルルさんと柏木、浮気されたんだ。うわぁ！きっつ。
あ、じゃあ何、あの五社部事件をきっかけに仲が深まったんだ。すごいな。へえ。あ、そうなんだ。え、もう、あ、じゃあ、ひなりと浮気して別れたんだ。へえ、すごいね。なんか、後日談リアルだな。20日間一緒に住んでたんだ。へえ、柏木元気なのかな？まあ、クズっぷりがすげえな、ほんとに。へえ。柏木、才能あったのにな。あいつ普通に面白かったからな。底抜けのアホだよね、あいつ。あいつ、ちょっと自分が賢いと思ってる底抜けのアホなんだよ。確かにね、ネタ作るセンスはあるんだよ。だけどね、字はアホなんだよね。柏木、今何やってんだろう。あ、もう連絡取ってないんだ。あ、どうもご無沙汰です、ルルさん。ご無沙汰ですっていうか、俺接点はないよね。俺のリスナーではなかったよね、あの事件。だよね。だほぼ初見さんだよね、ルルさんは。ああ、でもそんな後日談が今聞けるっていうのはちょっとね、もう何年前の話？ 2 年、3年前ぐらいだもんね。ああ。いや、面白えな。そんなことがあったんだ、柏木。それをなんで配信で晒さないのかよくわかんないよな。あれなんか俺思いっきり悪者にされたもんね。お前がチンコしゃぶられて5億円欲しかっただけだろうっていう。なんか和道がはめたとか言ってさ、すげえ悪者にされたもんね。そもそもロハコさんが金持ってるわけねえだろうっていう。ああ、仲良くしてください、ぜひぜひ。多分初見さんっていうかあんま絡みないはずなんで。あのルルさんか。ありがとうございます、来てくれて。すげえな。リスナーにちょっかい出して配信者とくっついて、あいつ面白かったのにな。いや、めっちゃ愚痴られたでしょ。あいつ本気で俺がハメたと思ってんだ。だってさ、ハメたも何も俺あいつに言ったの、プライベートでロハコさん連れてって。お前、ロハコさん俺の友達だから絶対粗相するなよって念を押したのに、あいつが勝手にチンコ喋られて和道のせいだって被害妄想にも程があるでしょ。絶対に粗相するなよって、お前お世話になるんだからって。念を押して別れたのに勝手に連絡取れなくなって和道がはめたって。こいつ、最初だから台本だと思ったもんね。そしたら本気で言ってるからバカだろみたいな。3年前新宿駅で会ったの。いや、わかんないっすね。わかんないっす。5回も喋られてるからね。で、なんで俺が裏で金もらってる契約になってるのかもよくわかんないし。仲良くしてたのに和道さんに裏切られたって言ってたでしょ。意味がわかんないじゃん。本当にこういうやつばっかりなの、配信会って。俺、あいつが困ってるからっつって、ロハコさんにお願いして頭下げて止めてあげてっつって、粗相するなよっつって、わかりましたっつって、あいつが勝手に連絡取れなくなって、蓋開けたらなんか和道にはめられたって枠やって、何？っつったら、チンコ喋られて、みたいな。何？ってネタだと思うじゃん。何の話してんの？っつったら、いや、和道さんは200万裏で、って、もう統合失調症でしょ、完全に。え、ちょっと待って、ロハコさんが金200億持ってると思ってんの？っつった、いや、持ってますよ、っつって。どう見てもあそこに住まないじゃん。で、チンコ喋ってるのもどう考えてもネタだし、俺が200万本気で受け取ったと思ってんの？っつった、受け取ってるじゃないですか、って号泣してて。いや、握手した人って俺リアトツ人数何人だと思ってんの？たった半年ぐらいで俺300人ぐらいリアトツあるんすよ。あ、300人もない、110、100人ぐらいあるんすよ。覚えてないっすよ。いや、バカすぎるよね。本当に。俺がロハコさんから金もらってる、200万もらってるとか言ってさ、病気だよね、本当に。だから勝手に悪者にされて頭きたもん、本当に。何言ってんだ、このバカと思って。え、でもルルちゃんそれ信じたんでしょ？付き合ってる時は。和道って最悪だねとか言ってたんでしょ？付き合ってる時は。恋してるから。でも冷静に考えたらバカすぎるでしょ？何言ってんだこいつって感じでしょ？俺からするとそういう感覚よ。ロアコさん頼むよって、柏木君っていう友達だからよくしてあげてっつって、2、3週間連絡取れねえと思ったら和道にはめられただよ。バカすぎるわこいつと思って。
まさか本当に喋られてるとは思わなかったけど。喋られ余計バカだけどね。全部バカだから。ほんと底抜けのバカだよな、あいつ。バカすぎて面白いから。登場人物全員バカっていうのがいいよね。うん、あ、設定、あ、そこは冷静に言ってたんだ。いや、俺からしたら裏切られたのこっちなんだけどって感じでしょ。金欲しさにチンコ喋られて、もらえないからぐだるって、俺に八つ当たりするってどういうことだよな。本当にそういうの多いんだよね。俺だって、ねえ、ぶっちゃけ関慎吾さんはめようとかじゃないじゃん。恋してる人がいるから、って言ったら告白しましょうよって背中押したら、ただのストーカーだったっていう話でさ、和道さんのせいではめられたとか言って。いやいやいや、お前が好きな人いるって言ったんだろうっていうさ。なんかね、そういうね、被害妄想多いんだよね、本当に。よくしてあげてる。そう。だから俺はその時コメントしたの。柏木は得しかしてないって。家も手に入れて気持ちよくなって、なんで文句言ってんだっていう。まあ、本当は6回。あ、5回じゃ、5しゃぶじゃなかったんだ。本当は6しゃぶ事件なんだ。ああ、なんで回数を少なく。あ、本当は6しゃぶ事件だったんだ。くだらねえ。アホだよね、本当に。すごい話だよな、あれは。なんで一回減らすんだろうね。いや、だから本当に天才なんだよ、あいつ。本当に変なところがあって。なんなんだろうね。あ、テボドンさん、花火ください。お願いします。テボドンさん、花火ください。お願いします。よろしくお願いします、皆さん。花火ください。ツイッターフォロー、全然。Facebook、Twitter、LINE、Instagram、YouTube、なん、もう全部、お願いします。はい。いや、花火ください、テボドンさん。花火お願いします。テボドンさん、花火よろしくお願いします。え、知らないの？ごしゃぶ事件、MC。あ、まあ、知らないか。もう、すごい神回で、2日2夜連続、とんでもない閲覧叩き出した。横、MC ってさ、ニコ生の有名配信者知ってる？横山みどりとか、鮫島さんとか知ってる？ MC。知らないのかな？もう配信知ってる人だったら誰もが知ってる有名配信者を巻き込んで、そのロハコさんが大炎上するっていう、ごしゃぶ事件で検索すると出てくるよ。ごしゃぶ事件。うん、ロハコ人民裁判っていうかね。いや、すごかったんだよ、もう。大炎上。炎上に次ぐ炎上。今の神回なんか目じゃないよ。全部ね、今やってる神回って呼ばれてるものね、全部ね、生優しく見えるぐらいの本当の神回だからね。あ、スーパーサイヤ人だわ、みたいな。あ、俺しか知らないんだ。ごしゃぶ事件で検索してみて。ごしゃぶ事件。ごしゃぶ事件。YouTube にいっぱい残ってる。てかね、多分ブログとかも出てくるレベルだと思う。ごしゃぶ事件について。多分ね、ブログとか読んだ方がいいかもしれない。登場人物がめちゃめちゃ多いから。多分ね、相関図を頭に叩き込まないと分かんないと思うよ。俺だけなんだ。うん、結構もう大御所が出てくるぐらいだったんだよ。もうすごかったよね。もう2夜連続、どこの枠もミラーサイト、どこの枠も解説枠みたいな状況だったよね。全員、ごしゃぶ事件の話してるぐらいだよね。本当に。それくらいの大事件だった。配信会全体を巻き込む事件だったから。みんなごしゃぶコメントだよ。金梅さん、石川紀之、ネルさんとか。ねえ。すごかったよね、あれは。だから、バール事件に匹敵するぐらいのインパクトあるでしょ。バールとか森丼とかね。いや、もうお祭りだったよね。すごかったよね。うん、ロハコバーサス鮫島さんでオチがついたんだよね。弁護士に行きます、うん、あれ去年だっけ一昨年じゃないの。いや、バリボリは弱いよ、ちょっと。森丼の方が強いでしょ。バリボリはそんな言うほどっていうか、ひまわりが騒いでるだけだと思うよ、あれは。その、配信会全体を巻き込む。それを言ったら、偽札事件の方がでかいでしょ。偽札事件はすごかったよね。ちょっと待ってろ、今すごい力が出てくるからっつって、ドラゴンボールかよみたいな。
あれは面白かった。もう本当もう全員の悪いところというかいいところというか全部さらけ出してたもんね。全員もうね、偽札事件から入った。あ、配信を見始めたのが偽札事件、ロハコさんが切れたやつ。そうだけどね、もうねすっごい長いのよ本当。なんか短くされて編集されてるからあんま見ても面白くないと思う。もうなんかね、その伏線がどんどん張られていくの。生放送で追っかけた時は面白いよ、うん。あ、プーさん花火ください、よろしくお願いします。しかもその時の証拠動画って言うとまたリアルでいい感じの日だね。あれだから俺生でロハコさんの家で聞いてたからね、あれ。いやー、とんでもなかったよな。あれこそ配信を見ててよかったっていうぐらいの神回だから。だからそれと付き合ってた子がルルさんなのよ。柏木くんと今付き合って、柏木と付き合ってたルルですって今コメント書いてくれた。私のこと覚えてますか、いや、あのルルさんつって、そうですみたいな、実はあの後付き合ってたんです。花蛇はなんか AF ちゃんと付き合ってて、なんか病気がすごかったらしいね、 AF ちゃんの話聞くと。なんかもう本当にメンヘラでみたいな、でなんかやばくて緊急入院だか処置入院だか分かんないけどみたいな。柏木は今分かんないって、多分あのひなりと付き合ってる。ルルさんと別れた理由はひなりと浮気してたからな。お前の方がクズだろっていうね。なんで俺あいつにクズ呼ばわりされたんだよな。やってることはあいつの方がクズだから本当に。いやーすごいな。はい、また来てね、アイテムありがとう。懐かしいよな。アンチブロック祭りはしてないけど、ブロック一回入れてるね、めんどくせえから。電通偽札偽造から始まった配信会おいての疑獄事件。いや、すごかったよね。ゴロリさんもあそこセンスあったよな。童貞設定崩壊したくないんで彼女いる。あ、そうだ、あいつ童貞だって言い張ってたわ。裏でパコりまくってるぜ、あいつ。ほんと最低だよな。そうだ、童貞設定だったわ。うーわ、最低、柏木。ほんとにクズだな、あいつ。ほんとクズだね。絵に描いたようなクズだよね。いやーすごいわ。あいつのクズっぷりはすごいわ。あ、セックスうまいんだ。あ、セックスうまいんだ、柏木。 ありがとう、生きた情報ありがとうございます。あ、そうなんだ、セックス上手なんだ。下手そうだけど、うん。だからロハコさんと間接セックスしたんだね、ルルさんは。ロハコさんと間接キスは、間接っていうか直キスはしたわ俺。あ、でもロハコさんとキスしたってことは俺柏木のチンコと間接キスしてるんだ。すごいな、ロハコさんとキスしたってことは俺柏木のチンコだから兄弟じゃん。ルルさんは柏木だからロハコさんと間接だけど、俺とルルさんは関節してないけど、俺は柏木のチンコ関節キスしてるじゃん。うん。ソニーの設定もあったの？あ、いとこみたいな関係だね、ルルさんと俺は。うん。うん。いとこだね。いや、関節仲間。ルルさんと俺は繋がってないけどね。関節キスはしてないけど、柏木のチンコを経由してる仲間だよね。複雑な関係だな。複雑な兄弟、いとこだな。辛くはないけど。うん。アホだな、本当に。いやー、面白い。配信会アホばっかだな、ほんと。いや、いいとこでし
柏木のいとこでロハコさん、ど相関図作んねえとわかんねえな、これ遠いな、遠い親戚だね、うん、遠い親戚、血はつながってないけどみたいな、ちょっと複雑だわ、ルルちゃんと俺の関係は。のんちゃん、ご飯温めて、うん、そうだね、柏木のチンコをシェアし、シェアしてる。ルルちゃんはシェアじゃなくて直だけどね、うん、でも俺力也さんともキスしたり、カリバさんともキスしてるでしょ、あと誰とキスしてるかな、めちゃめちゃキスしてるかな、力也さん、カリバさん、川崎洋平、あと誰としたっけな、めちゃめちゃしてるよ俺、俺めちゃめちゃキスしてるよ、女の子とはしてないけど男の配信者の唇奪いすぎだからな俺、うん、懐かしいわ、いやすっごいしてますよ、すっごいしてますね、あ、低燃費ともしてたわ、思い出したわ低燃費とがっつりしてたわ、してたわ、低燃費としてる、してる、すいません、低燃費としてたわ、うるさい、すいません、はい、うん、あとこんなもんだよな、うん、唇泥棒もう変な AV 女優とか、変な AV 女優、あれはしてないよ、うん、あれはしてない今考えてもじわるな、いろ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 じわるな、ダチョウクラブ並みの汚れ、うん、あ、ドレさんとまたスパーリングやろうかな、ドレさんにスパーリングお願いしたら面白いかな、ドレさんとスパーリングやったら退屈さは抜けるから、ドレさんにまたボコられるか、お願いして、結構 M なところあるからな俺、ありがとう、じゃあ叩いてあげる、え、じゃあ叩いてあげる、叩く、あー、のんちゃんのボディーブロー結構重いかなありがとう、サンキュー、いただきます、ブンブンで、はい、
ツイッターフォロー、あ、了解です。なんか配信者でバンド組んでライブをするっていう企画と、配信者で4なんかドラムベースギターボーカルってやって何ヶ月か後にライブをするっていう企画どうかな。それ面白くない？それどうなんだろう。誰か乗っかる人いないかな。それなんか面白そうだよな。ありがとうございます、ありがとうございます。音楽性の違い、なんか曲作れる米津さんに、だから米津さんに作曲してもらうっていう、うん、米津さんに、いただきます。こうやはね、あ、どうも。こうやはね、意外とギター弾けんだよ、うん、天津丼、朝飯に作ってくれたんだけど、なんか食欲なくて半分残してた。天津飯っすね。ん？天津飯で合ってる？うまいっすね。
うまいっす。いや、サンマの唐揚げも作ってくれたんだけど、うまかった。まあ、俺普通に焼き魚のサンマ好きだけど、なんかサンマの唐揚げも作ってくれて。おはよう。ん？ちょっと待って。もしもし。もしもし。もしもし、どうしたの？何名を法蓮華経を唱えてみてください。利益になるんで。利益になる？はい。何に利益になるって。何名法蓮華経ってどこの宗教だっけ？唱えて元気になるんです。いや、どこの宗教だっけ？宗派どこなの？創価学会。創価学会の、うん。創価学会の信者さんなんですか？はい。俺創価学会じゃないもん。うん。いや、じゃなくて。でも、何を俺に言うと、元気になるんでやってみてください。いや、いいよ。俺創価学会じゃないもん。いや、でも誰でも元気になるんで。いやいや、そういう宗教嫌いだから、絶対嘘だもん。南無法蓮華経唱えて幸せになるんだったら、みんな幸せになっちゃうじゃん。ブホ？みんなやってないっけ。え？みんなやってないっけ。いや、そんな嘘だもん。南無法蓮華経唱えたら幸せになるわけないじゃん。いや、嘘じゃないよ。いや、嘘でしょ。元気になったりする。利益って何？元気。元気？うん、元気にならないよ。南無法蓮華経だって。なりますよ。ならないよ。なりますよ。え、リスナーさんはなるの？南無法蓮華経って言ったら。南無法蓮華経って何経だっけ？日経。え、じゃあお経の題目なんだっけ？法華経。法華経か。うん。法華経か。ねえ、いいよ。俺、創価学会じゃないもん。だけど元気になってもらおうかな、思って。ああ、いや、それは嬉しいけど、いや、いや元気になってもらいたいっていうのは嬉しいけど、ね？南無妙法蓮華経って言ったら元気になるわけないじゃん。いや、なるんですよ。どうしてなるの？じゃあ南無妙法蓮華経ってどういう意味なの？意味はちょっとわからんけど。意味わからないことを唱えて元気になるっていうのがよくわかんねえわ。うん、すいません。じゃあまた今度やってみてください。やんないよ。やらないよ。わかります、わかります。のんちゃん、ごちそうさま。ありがとう、美味しかった。はい、うん、いや、うん、いや、唱えないですよ。いきなり電話かかってきて、南無法蓮華経って言うと元気になります。嘘だから、ね、だから宗教のそういうところ良くないところだと思うの。嘘を教えるから。なんで呪文唱えたら元気になるんだよ。意味が分かんないでしょ。釈迦はそんなこと言ってないからね。ダメだよ、嘘を教えちゃ。親から一番最初に習うことだ。嘘を言ったらダメですって。言ってる本人が全く元気じゃないのもおかしい。めちゃめちゃボソボソ言ってたからな。確かに気づかなかったわ。うん、リスナーさんが一番元気なそうだったかな。あ、なった、なった。
治りました。いや花火欲しいですね。いや花火もらったからって元気になるとは限らないですよ。そこは約束できないですけど、花火を2000発もらったら俺がどうなるのかをみんなで見よう。どんな男になるのか。イケメンに見えるかもしれないしね。めちゃめちゃかっこいいかもしれない。え？何？うん。なんか左翼のデモ集会かなんかに出てみようか。なんだかよくわかんない左翼のデモ集会になんか一緒に配信回して並んで、なんかわけわかんないこと言ってみるとかどう？全然イデオロギーとか思想とかないのに。どう？ああ、太ったかもしれないですね。2000発、いやだから100万を配信で撮ったことないわけじゃん。撮ってどうなるのか見てみたいよね。だって金持ちじゃん、ぶっちゃけ。月収100万は金持ちって誰もが認めるわけでしょ。で、金掴んだら幸せになれると思ってるわけでしょ。俺が本当のことを教えるよ。金掴んだらこうなるよって。どんな気分って全部赤裸々に語るわ。全部赤裸々に語る。シェアする。俺の今の気分。だから金持っても不幸かもしんないしね。金持ったら幸せになると思ってるわけだ、みんな。いやー、やっぱ退屈だわって、全然幸せじゃねえわってなるかもしんないじゃん。100万掴んだら札束持って石野の前で自慢しに行くわ。そうしよう。石野の前で札束ぶわー数える、配信やるわ。ただ数えるだけなんだけど、うん、はいはい了解です、うん、いやーめちゃめちゃ面白いよね。クッキー食べる？残り1個いらない？仲いいよ。うん。仲良くなかったら付き合わないよ。めっちゃ仲いいよ。喧嘩ほとんどしないよね、俺。うん。めっちゃ仲良しだよ。倦怠期ではない。何？え？何？倦怠期だと思ってんの？うん、なんで倦怠期だと思うの？え、つまんない、暇だって言うから。俺付き合った頃から言ってない？うん、最近？うん。いやだってのんちゃんだって外に出ないじゃん。そんなの前からじゃん。だけど俺退屈病持ってるな、前から。俺の敵は退屈だよ、前から。結構昔からこういう性格だよ。うん、のんちゃん原因じゃないよ。まあ刺激的なことがしたい。何？浮気だ。病気だろこいつ。病気だろ病気。
何ケンタッキーってその心は。いや、倦怠期じゃないけど、あの、家にずっといて、あのね、あなたね、おとといパチンコ行くとき何て言ったかって言ったら、泣きながらだよ。ね、のんちゃんは捨てられたんだって言ったんだよ。そんな、パチンコ屋に一人で行って、のんちゃんと遊んでくれないって言って、泣いてたよね。で、今日遊びに行こうぜって言ったら、のんちゃんはババアだから無理だって言ったよね。おばあちゃんだから。どうしたいの？遊ぼうときは遊ぼうよ。動かないんだよ。知らないよ、そんな。体動くでしょ。いや、気持ちがだるいだけでしょ。うん、で、遊ぼうよ。うん、うつだから。いや、だから、うつだから遊ぼうっつってんの。遊びたいの、俺は、とにかく。もう本当に退屈なの、人生が。本当に。本当にババアなのは別に否定はしないけど、うん、何一生やってろって何よ、うん、ないや俺は遊びたいの、うん、二人でハプニングバー行きなよ。だからセックスがしたいわけじゃないから、体動かしたりとかだからもう なんつうのヒャッハーってなりたいの。いやババアに無理を言うんじゃないっつうけど、あなたもジジイだからね、なんなら、うん、なんなら、じゃあなんつうんだろう、もっとなんかこう一緒に遊びに行きたいじゃん、のんちゃんと。好きだからそうなってるわけだ。いや、のんちゃんはパチンコやんない。いや、俺一人で行って。だから遊ぼうよ、のんちゃん、もっと。どんな遊び？いや、だからなんだろうな、なんだろう、どんな遊びかな。いや、仲いいよ、俺のんちゃんと。倦怠期。いや、倦怠期ではないでしょ、別に。なんで倦怠期だと思うの？逆に。何が倦怠期なの？倦怠期って言いたいだけでしょ？だいたいこういうね、ことを言いたいだけなの、のんちゃん。言いたいだけでしょ、本当に。わかんない。何も倦怠期でも何でもないから。そう、うん。倦怠期って言いたいだけでしょ。うん。で、遊ぼうよ、なんか。何して遊ぶ？いや、もう退屈が本当に嫌いなの、俺。何がいいの？どうしたいの？ゴロゴロしてたい。いや、だからそれが嫌だっつってんの、俺。こんばんは、解放。うん。ババアをウキウキするようなプレゼン。違うんだよ。本当にね、ドルさんね。のんちゃん付き合っててすごいのが、何もねだらないの。俺から。普通の、女ってさ、何々買ってとかあるじゃん。うまいもの食べたいとか一切ないの。何食べたいって。ビッグマック。何食べたい牛丼。何食べたいセブンイレブンのメロンパン。のんちゃんからその何か高いものを食べたいって言われたこと一回もないの。で、今度誕生日プレゼント何が欲しい？いらない。和道さんがいればいい。これ本気なんだよ。マジなの。だから困るんだよ、ちょっと。あのちゃん、しずら行った。まあまあいいんだけど、シズラ連れてってあげたけど、うん、いいんだけど、それは、うん、多分ね、うちのリスナー低所得者ばっかりだから、シズラがよくわかんないから、そうか、そう、まあシズラ連れてってあげたけど、まあ、たまにはね、うん、うん、で何するよ、風船ありがとう、おはよう。アスレチックの公園とかだから、そういうのに行きたいの。温泉とか。いや、別に何でもいいんだよ、暇だから。ただ二人ではしゃぎたいだけなの、俺は。楽しくどこどこ行ったねって。そっか。どこでもいいんだよ、本当に。どこでもいいの。そのババアくれよ。いや、このババアいいババアだよね。え、いいババアだ。いいババアだよ。映画っていうか、だからのんちゃんは俺の部屋の中にいるのが一番の幸せなの。俺のこと世界一かっこいいと思ってて、毎晩だよ、毎晩俺のことずっと眺めてるので、幸せだって言ってんの。これ本気で言ってんだぜ。病気だろ。うん、病気なんだよ。本当に俺のことが世界一かっこいいんだよ。だから俺の隣にいるのが幸せなの。
石の配信知らない。石野に聞いて。いや、バンになってるよ、今。1ヶ月バンね。浅井さんの家にいる。いや、だから、そういうことやりたいんだよ。川辺で2人でバーベキューとか。なんでもいいの。うん。なんかしたいんだよ、俺は。のんちゃんと。なんでもいいの。いや、俺幸せっすよ。幸せっすよ、俺は。うん。じゃあ、バーベキューセット買わなきゃ。バーベキューセットは、だからバーベキューだから焼きそばにビールをかけるバカがいるから嫌なんだよな。ゲートボールってめちゃめちゃ面白いよ。あれやったことないからディスってるけど、ゲートボール俺やったことあんの。めちゃめちゃ奥が深くてあれ超面白いよ。あれジジイババアがハマるじゃん。めちゃめちゃ面白いからゲートボールやってごらん。本当にハマるよ。あれね、ビリヤードとか、なんか戦略ゲームなんだよ。なんかね、その、なんつーの、すげえ奥深いからゲートボールは。あ、テレカ言った、のんちゃんハマりそうだよって。え、何が？のんちゃんゲートボールハマりそうだよって言われてた。あ、そう、うん、誰かに配信見てて。へえ。ワン太郎かなんか。ゲートボールは面白いよ本当に。あ、石野の対談了解です。石野との対談面白いよね。うん。ちょ、じゃあのんちゃんここに立って。のんちゃんちょっとここに立って、ここに立って、ちょっと俺がのんちゃんの良さを後ろ向きに立って、ちょっと、うん、じゃあもっとこっち、もっとこっち、これババアにしてはスタイル良くない？お尻をもうちょっと、ちょっとお尻横向いて、うん、ほらいいお尻でしょ。どうなのこのお尻。足も良くない？47歳で、ね、こんなにいいケツしてるババアいる？って聞いてんの、俺は、リスナーに。ねえ。このスタイル。いや、足綺麗ですよ、のんちゃん。はい、横向いて、こっち向いて。ケツプリプリですよ。47歳で。はい、もういいよ。のんちゃんは47歳でめちゃめちゃ可愛いぜから。うん。尻はいいでしょ？どうでもいいの？うん。なんか誤解をされてるよ。くびれてますよ、のんちゃんは。スタイルいいよ、のんちゃん。え、のんちゃん今からなんかやろうよ。のりこ。のりこ？なんかやろ。なんかもう考えつかなかった。前代未聞なこと考えて、ちょっと前代未聞なことやろう。前代未聞。あ、ダメだ。どれはロリコンだからわかんない、こいつは、うん、こいつはまだ早い。なんかやろうよ。それしかないねっていう何かをやろうよ。髪の毛切る？うん。散らかるしね。いや、散らかるっつうか、なんか前やったから、ね、前代未聞ではない。オセロか。うん。のんちゃんゲーム配信やる？二人で。なんの？いや、格闘ゲーム、スト2とか。下手だもん。下手か。なんかな。うん。オセロ、将棋、なんか新しいことをやりたいね、俺は。そのトライしたいから、トライ、その新しいって思ってもらいたいし。ありがとう、バカ、ありがとう。あ、ちょっと花火ちょうだい、みんな。あのね、新しいことをやりたいの。こいつ新しいわって思ってもらいたいし。のんちゃん聞いてる？うん、うん、和道は新しいわ、新しいなって。のんちゃんにヘルメットとさ、うん、サポーター買って。ん？何？スケボーやりたい。ヘルメットとサポーター買ってスケボーやるじゃん。うん。のんちゃんもスケートやんの？うん。いいよ。どこで売ってんの、ヘルメットとサポーターは？ドンキ。のんちゃんがスケボーやんの？うん。のんちゃんでも結構派手にずっこけるじゃん。だからヘルメットとサポーター、ヘルメットとサポーター買ってあげてもいいんだけど、う
やる場所がないじゃん。通報入っちゃうから。こっそりやろうか。こっそりやってもなんかな。なんで配信したいだけじゃん。じゃあ配信はしないとやっぱり。そうなんだ、うん。配信してもじゃあ面白いこと？配信しながらだよ。だって俺らはみんなとやり、みんなとここに来てるから。うん。うん、そう。5年間みんなと一緒に生きてきたから。うん、今更仲間外れにするわけにいかないからもう、うん、クルーがいるから俺には、うん、クルーが、うん、クルーのことも考えて、もっとクルーのことも考えてこう巻き込んでいくスタイル、こう全体的にクルーも喜ばせないといけないから。難しいの、なんかないの、のりこ。石野も、じゃあ石野のことも考えて。石野に電話すっか。ちょっと石野に電話しよう。いや、YouTube ライブがあるから。大丈夫だよ。和道のヘビーリスナー、YouTube もチェックしてる。てか、なんなら YouTube ライブの方が最近神回多いかんな。めちゃめちゃ面白かったもんね、この前。石野が出るね、YouTube、あれ、ゆいがさんだ。え、ゆいがさんから連絡来た。うん。ちょっと石野に電話しよう。石野に。ゆうがさんから連絡来た。のんちゃんもパイセンと遊びたい。え？のんちゃんもパイセンと遊びたい。一緒に来る？行けるの？いや、大丈夫だよ。あの、横の映らない方にいれば。今聞いてみたよ。うん。カラオケで100点出す配信？いいよ。あ、OK だったよ、ゆいかさん。やったー。うん。よかったね。うん、やった、パイセンと会えるじゃん。パイセンと会えるね、よかったね。うん。パイセンと会える。イシノ寝てるっぽいね。超スーパー有名人だ。うん？イシノ？イシノなんで電話出ないの？いや、イシノからスタンプは返ってきたんだけど。いや、電話出ろよ。うん。もしもし。なんで電話かけたのにスタンプで返すの？笑顔マーク。いや、なんか、あれ、え、ワンギリっすか？ワンギリじゃないよ。ちゃんとずっと鳴らしてたよ。ああ、じゃあごめんなさい、気づかなかったです。いや、もしかしたらワン切りで間違えたのかなと。ああ、じゃあ。うん。いや、あ、そうなんですね。今日、浅井さんと会ったよ。あ、ほんとっすか。うん。だから、石野くんは配信ばっかりやってるので、あの、Wi-Fi の電波をぶっこ抜いてやりましたって言ってたけど。ああ、そう。配信するなって言われてんの。いや、じゃなくて、なんかね、うん、なんか、インターネットばっかりやってるから、うん、あの、インターネットの契約を切ろうと思いますとかって言ってましたけど、ね。優先を取
配信ばっかりやってるから、もうインターネットなんかさせねえと。いや、だもう宇宙人なんでね、浅井ゆき子。うん、何やってんの、最近。最近、まあ、さっきも配信してましたけど、それで、まあ、警察が来て、また嫌がらせで。警察が来たの？配信してたら？暇な、またビール飲んで、お前酒やめるっつってただろ。いや、酒やめたいんですけど。やめるって言ってたじゃん。何今ごくごく飲んでんの？酒やめたいんですけどね。やめたいんですけどねじゃなくて、この前家出てくときに酒はもうやめましたっつったじゃん。なんで飲んでんだよ。え、そうでしたっけ？そうだよ。ああ、記憶にないっす。お前本当に末期のアル中だよ、そろそろ。死ぬぞ。あ、いや、死にたいんすよ。いや、死ぬよ、ほん死ぬぞ。死にたいんですけどね。どれくらい死にたいの？どれくらい死にたいって、もう死にたいっすよね。じゃあ今から死ぬ？いや、だから死ねないから。死にたいんでしょ？今から。いや、死にたいんだけど。今から死んでみる？いや、死にたいんだけど死ねないからしょうがない、生きてる。いや、だから俺の部屋にもう一週、一ヶ月ぐらいもう飯も水も与えないで、俺が見守るから、じーってこうやって。いや、それいろいろあれっすよ。ワドさん、相当な、多分、普通に刑務所行くことになるっすよ。そしたら。それどうなるんだろう。いや、だってお前の意思で飯食わなかったり、水飲まなかったりするの、俺がずっと見てんだよ。いや、それ多分問われますよ、罪に。え、問われるの？それ何罪になるんだろう。何罪？何罪になるか、何罪になるか分かんないけど、罪には問われます。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。うん。そう。え、どうすればいい？俺。いや、だから、しょうがない。自殺できないから、しょうがない。もう生きていくしかないっすよね。あ、じゃあ、生きる方向で行こうか。いやね、今日退屈で退屈で、本当にもう減らってんのよ。もう退屈すぎて。はい。はい。で、俺とのんちゃんは今から退屈をしのぐ方向で考えてるから。わかる？うん。まあ、うん、それ、いや、だからそれが人生ですよね。そうだよね。で、そしたら、なんかリスナーに怒られて、お前、石野のこと忘れんなよと。はい、何、のんちゃんと和道だけでお前退屈をしのごうとしてるんだと。はい、ああ、そうか、と。石野のこと忘れてたわ、ってなって、どうせなら3人で退屈を打破しようっていう。今流れなんだけど。なあ、なるほどですね。退屈かい？いや、退屈っすよ。え？川の鴨って食べれる？川の鴨食べる？じゃあ今から3人で。うん、捕まえない。川に流れてる鴨を捕まえに行くか。どうだ？鴨鍋。どう？いいっすか？ああ、鴨。いや、俺鴨好きっすよ。じゃあ、カモ、あの、神田川にいっぱいいるから。石野くんはさばけるんだ。さばける。行く？カモ。カモ。いや、ね、カモはいいでしょ。何がいい、やりたいんだよ。この野郎。タイマー吸いたいし。お前、そればっかりだよね。本当に。お前、本当にそればっかりだよね。俺それがよくわかんないから、タイマー吸ったことないから。いや、一回吸ってみた方がいいっすよ。だ、どこで売ってんのかわかんねえっつってんの。だいたい犯罪だし。いや、俺もちょっとレート、多分クソカスカオスさんにと連絡いや、まあ 100% 手に入るけど、クソカスカオスに電話してタイマー吸いたいっつったら、いいよワド君っつって絶対持ってるけど、はい、絶対手に入ると思うわ、うん、はい。でも嫌だ、俺タイマー吸いたくないもん。ああ、そうなんだ。なんで吸うことになるのかもよくわかんないし、どういう流れで。いや、そしたらどうなるのかわかんないよね、うん、わかんない。なんかよれてる感じ。うん、統合失調症になったみたいな感じかな。わかんない、全然。いや、なんかないの。
バンド組いまや、ない？なんもない。じゃあ、え、なんすか？レッドホットチリペッパーズ超えない？俺と一緒に。いや、俺、レッチリ聞いたことないんすよ。オアシス超えようよ。キーボード。キーボキーボード弾く？今から。ード。ただ俺、即興で、ああ、ただ久々にちょっと鍵盤触ってみたいですね。ただ、ただ。楽譜が、俺、即興で弾くとかできないいんでや、すもうよ。ジャンジャンジャン、テレテテン、ジャンジャン、トゥルルンってやってればいいじゃん。即興、もう。叩けばいいじゃん。鍵盤を、今から。ジャンジャン、ジャンジャン、鍵盤を叩いて、俺がもうバンバンドラム叩くっていう配信動画。で、のんちゃんがイエーイって言ってるっていう。ジャズだよね。本当の。そういうのはできない。あ、ただ久々にちょっと鍵盤触りたいですね。そういうのはできないってどういうこと？鍵盤ただジャンジャンジャンってやればいいじゃん。ああ、そういうのはできないですね。どういうこと？そういうのはできないけできないこと多すぎるってど。はい。今日、のりこ食堂、今日、本日のメニューは何です 今日はサンマの唐揚げと天津飯。え、もう食ったんですか？まあ、朝食、起きたらあったけど。めっちゃいいじゃないですか。天使、ああ。日付変わりましたね。いや、なんかやろうよ。暇だから。いや、俺も暇なんですけど。なんかやろねえ、じゃあすごどういす伸ればびいいですか？たみたいになってる。いや、わかんない。もう面白いこと考えて。山手いや。線一周しよう。一緒まあいいっすよ。の。お前ね、軽く言ってるけど、めちゃめちゃ大変だからね。お前ね、いいっすよって言ってるじゃん。めちゃめちゃきついよ。いや、俺、そういうのが好きなんですよ。やるか？今からじゃあ。フォレストガンプ見ました。見たよ。結局、あれ、フォレストガンプあれ、何やったか、ただ走ってただけじゃない。まあそうだけど。そういうのが好きなんですよ。あ、じゃあ、本当に山手線一周今からやる？はい。ちょっと今日、のりこ食堂、今日の日帰り定食なんすか？ご飯何だって一緒か。今何にもないけど。まあだから終わったら作ってあげるよ、のんちゃんが。好きなもんをお前が言あ、本当っすか？う。いや、山手線一周本当にきついぞ。いや、いいんすけど、いや、多分、のりこ食堂をちょっと箱構えたらいい、良くないですか？いや、だから、のりこ食堂はないって。いや、そしたら俺、皿洗いやりますよ。お前、働くの？働く。あ、そう。時給いくら？時給、まあ、日当1万、手取りで1万。丸5つ口でニッさ、ト手取りで1万か。丸5つ口でバイトさ、募集してね。丸エツプチで働けばお前。ああ、そういうことはできない。ニット1万はちょっと無理だわ。いや、のりこ食堂ちょっと箱構えればいいと思うんですよね。いや、めんどくさいよ。なんでのんちゃんが食堂開くんだよ。まあいいや。で、なんすか？いや、だから、なんすかって、山手線行く？いや、いいっすよ。今から？はじゃあやるか。きついぞ、本当い。に。本当にきついよ。はい。うん。はい、いいっすよ。あ、じゃあ埼京線で埼玉、大宮まで歩くのは？いや、分かってます。さ い え？分かってますって何？や、マジ死ぬっすよ。本当に、マジ、本当に。何言ってんの？え？大宮まで歩くとか、マジ本当、舐めない方がいいっす。いやいや、山手線一周の方が遠いからね。距離で言ったら。あ、そうなんですか。前回俺24時間かかってんだよ。
山手選手さん。うん。高尾は？高尾山から俺、高尾駅から歩いたこともあるんだよ。あれ何時間？あれ何時間だったっけ？十何時間だったっけ？すごいかかるぞ。ああ、じゃあちょっとめんどくさいっすわ。そうだな。おやすみ。おやすみなさい。おやすみ。おやすみなさい。寝たわ。はい、ダンボールいらっしゃい。遊んでくれないっつうか、だるいっすわっつって。 山手線一周を甘く見すぎだろ、あいつ。ほんと死ぬよ。半端じゃん、きついがんね。だるいっすわっつって。なんか面白いことやりたいな、今から。お腹空いてたのか。腹減ってて、のんちゃんのご飯食べたかったみたいね。今日ののりこ食堂はメニューなんすかってずっと聞いてた。取っといてあげればね、のりこ食堂が相当気に入ったみたいだね。浅井食堂もあるんだけどね、食えてないんじゃないの、あんまり。てか、便所さんの部屋、おしゃれだな。かっこいいよね、便所さん。やっぱおしゃれだよね、この人。リビングだって。リビング配信だって。部屋広いんだね。なんか盆栽とかやってるし。かっこいいな、便所さん。おしゃれだよね。絵とかも飾ってあって。この人ほんとセンスあるよな。便所さんめっちゃおしゃれだわ、リビング。いや、埼玉だからでしょ。家賃が安いんだよ。ラウンド1のボーリングで全てゲームストライク出すまで終わる。それプロになれれば。 それプロになれちゃうよ。え、カラオケは？カラオケ。カラオケ好き？行く？カラオケ行く？カラオケ？そうなんだよね。カラオケ配信ってかそるんだよね。なんかねえのかな、面白えの。なんかねえかな。なんかねえかな。超暇。超暇だよ。あー、もう退屈。超暇。いや、暇だよね、ダンボールね。絶望的に暇だよね。本当に暇。いや、もう誰か、本当花火1995発くんねえ、マジで。本当に。頼むわ。ダンボール暇なの？ダンボール暇だって。うん。いや、ダンボール服いらないの？ダンボールずっとあるんだけど、服。いらないの？あれ。もうずっと置きっぱなしなんだけど、いらないの？ダンボール。いや、マジでどうすっかな、暇だな、ほんと。なんかねえかな、面白いこと。ああ、暇だ。マジ暇。なんかねえかな。なんかこう、バーッとこう、ないで、いつ取りに行けばいいかわからなかった。今日取りに行っても良きなの。いいよね。いいよね。いや、いいってよ。おいで。いつ取りに行ったらいいかわかんないよね。ミニ四駆作れば？ミニ四駆もなんか微妙。ああ、微妙。なんかねえかな、マジで。なんかのんちゃんワクワクしようよ。ワクワク。なんかないの？心霊配信。
ロハコさん誘っていく？ロハコさんがダメかって何？なんで今決めつけたの？小島グランプリ新宿にいたみたい。絡みないもん俺。小島グランプリと。心霊スポットって もうさ、32なんだわ。で、俺、海老蔵さん、ほんとすごいなと思うけど、あの人、サービス精神旺盛じゃん。全然心霊、多分興味ないよね、海老蔵さん。ねえ、あれ、ファンサービスだよね。取りに行く？はいはい。LINE ちょうだい、着いたら。お台場でも行く？はい、こんばんは。なんかねえかなぁ。なんかねえかなぁ。取りに行くっつうか、もう置きっぱなしだから臭いかもしんない。タバコ臭くなってるかもしんない。大丈夫かな？のんちゃん、チェックして。段ボールのムームー、これ大丈夫かな？大丈夫だよ。大丈夫、大丈夫。大丈夫かな？段ボールのムームーね、これ。ちょっと季節が外れてしまいました。1時ぐらい、あー、いいよ、全然。1時ぐらいで。なんかねえかな。なんかないかな、のんちゃん。マッチ棒で城を作る。なんかそういうのいいね。マッチ棒で城を作るとかね。なんかもっと壮大なことやりたくない？危ないよ、それで。壮大なこと。ファンタジー。いや、だから、なんだろう。なんか何かがあるはずなんだよ。これだっていう。爪楊枝で城を爪楊枝で城？爪楊枝で城。爪楊枝ってどこに売ってんだろうな。作る。100均終わっちゃった？100均はもう12時だよ。爪楊枝で城。いや、悩むっしょ。もうほんと退屈だわ。もうそういうじっとして作るのできないでしょ。いや、俺めちゃめちゃできるよ。俺プロだよ。でかい鶴を作る。ボトルシップ？ボトルがないでしょ、だって。どうしよっかな。なんかもう、これしかないっていうことをやりたいな。退屈だわ。今からどれさんち行こうよ。いや、だから、どう？今からどれさんち行くのどう？で、俺とのんちゃんがずーっとリンゴ箱の裏にずーっとこうやって、もう一切口出さないでこうやって座ってんの、俺とのんちゃんが。どれさんは普通に放送やんの。観客席みたいな感じで、ほら、リンゴ箱の間にどれ隙間あさる。ん家入れてくれない？入れるっしょ。友達だから。本当？絶対大丈夫だよ。だからこうやってもこうやって観客で「面白いね」っつって「どれさん面白いね」っつって。それどう？それよくない？もうすぐ始まるっしょ、どれの深夜食堂。どれさんのみかん箱のところで2人でこうやってなんか食べながら 映画見る感じで ポテチ ポテチとか食べながらポップコーンとか。どれ、それどう？入れてくれるかいな。や、入れてくれないわけがないでしょ。どう？リスナーさん、それどう？ちょっと電話してみようか。いや、それ、ちょっと一切口出さないで、電話してみるわ。いや、面白いでしょ。だから生放送見たいもんね、俺のね。ダメダちょっとドルさんに電話するわ。よし、ドルさんに電話しよう。それ面白いね。通話中？誰と電話してんの？また女か？誰と電話してんの？誰かと電話してるよ。まあ、女だろ、これ。誰かと電話してるわ。ねえ、ドレさんち行こう。で、もうこっちは配信絶対つけないよ。ドレの深夜食堂を ずっとみかん箱のところでこうやって。え、なんでダメなの？なんでダメなの？
絶対邪魔はしないから。大丈夫でしょ。ダメなの。なんでダメなの逆に。どうなの。なんでダメなのかよくわかんない。俺は。何がダメなの逆に。意味わかんないでしょ。いや、違う、だからみかん箱と、なんか棚の隙間があるんだよ、あそこ。あの隙間のところに隠れてるから、俺。リンゴ箱リンゴ箱。気まずい。気まずくないでしょ。そんな。何回も会ってんだから。大丈夫でしょ。やだ？すし詰め状態。あれ一人暮らしなのかな。なんか実家説あるよね。あれ一人暮らしなの。あれ実家説あったよね。なんか。でもツバニャンが入ってなんで俺がダメなんだよって話になってくるでしょ。ツバニャンを入れてなぜ俺を入れないんだって。ツバニャン入れてんじゃねえかよ。ふざけんなよ。一切放送の邪魔はしないと。確約すると。もう一切口出しはしない。本当に。全力で。ただ、みかん箱のところに俺とのんちゃんがこうやって、面白いねってこう、面白いねって、どれさん面白いねってやるだけ。いや、絶対もうほんと無言。いや、ライバル視とかじゃないの。俺ら暇、そう、ポテチとかずっと食べて、音も出ないようにするよね。ずーっといい子にする。俺と飲んじゃんはいい子だから。どれさんの家六本木だよね。全然行くよね、俺ら。俺らは本当に向こうの放送邪魔しないから。だから、いや、ほーいってやったら、俺らも、いや、はいってこう後ろでやるんだよね。いや、はーいっつって。ツッコミとか一切もう出しゃばんない。もう本当に座ってるだけ。シャコーンって。座布団とかもいらない。本当に。本当におとなしくしてる。本当に大丈夫。行くか、今から。行こうか。いや、面白いでしょ。 面白いでしょ。とりあえず行く？ドレさんの家。いや、暇でしょ、あの人。あの人もネタないっつってたからな。行くか、邪魔しに行こう。ギター持っていくとかね。ドレさんち行くか、じゃあ。行く？入れてくれるっしょ。いや、友達なんだから。 いや、アポとかいらなくない？友達でしょ。いや、俺とドルさん友達だよね。いらないでしょ、友達にアポとか。いらなくない？ 30 分、いや、配信回しながら行けばいいじゃん。え？あ、そっか、ダンボール来んのか。いや、じゃあ、ダンボールも連れてこ。石野も連れてこ。じゃあ今日ドレさんの家行こう。暇だから。 暇だからね。みんなで行こう。みんなでドレさんの家行こう。いや、大丈夫大丈夫大丈夫。みんなでワイワイして配信始まったらおとなしくしてるから。 のんちゃんも友達だから。ドレさんの友達だから、友達の家行こうぜ。お疲れっす。電話出ないんだよ。なんか女と電話してるっしょ。何も喋らないよ。配信始まったら。おとなしくしてるから。のんじゃ寝取られないよ。え、怒るか？別におとなしくしてますからっていう。大丈夫でしょ。あの、
ああ、もう、わかんねえかな。ちょっと待って、じゃあ。ちょっと待ってね。ちょっと待って、もう、あんまり伝わってないみたいだから、ちょっと待って。待ってて。俺が説明するわ、今。ちゃんと説明したら伝わる。ちょっと待って。ちょっと待ってね。なんでわかんないのかな。なんでわかんねえんだろう。バカなのかな。ここに俺がいるっていうだけだよ。ここに俺がいて、ここにのんちゃんがいるだけだよ。何にも邪魔にならないでしょ。ここに俺がいて、ね。ここに俺がいて、ここにのんちゃんがちょこっと座ってるだけだよ。何の邪魔にもならないでしょ。逆に何が邪魔になるの？逆に。知らない、わかんない。この椅子は。わかんないけど。何にもわかんないけど。別に何の邪魔にもなんないよ。ここに俺がいるだけだから。ここに。で、ここにのんちゃんがいるだけでしょ。でもあれだよ、画面上にはここ映って四角になってるけど、俺とのんちゃんは手つないでんだよ。もう怒る理由がないでしょ。ここにのんちゃんがいて、ここに俺がいて、二人は手つないでニコニコしてる。でしょ？何が起こるって。何も怒られることないでしょ。ねえ。何にも怒られることない。いや、だからどういう部屋の間取りとかさ、ワンルームなのか 2LDK なのかとか、いや、冗談通じないわけがないよ。その椅子をくるくる回したり。ドルさんが喋ってる時にくるーって回るんで、こうやって。面白いでしょ、こうやって。後ろ2人でこうやってたまにね、くるーって回るんだよ、ドルさんが。断る理由ないよね、勘ぐらないでさんね。いや、連絡いる？逆に。連絡いる？連絡いらないでしょ。入れてもらえなかったらもう縁切るわ、あいつと。だって友達だもん。友達だよ、俺、ドレノスに夜食堂と。行かないの。ね、アポなんかいらないでしょ。だって友達の家に行くのにアポ必要？逆に。逆に。必要ないよね。遊ぼうぜって。ねえ、嬉しいでしょ？どれも友達いないから。暇だったわーってなるでしょ？逆に来てくれてありがとうみたいな空気出んじゃないの？ねえ、友達の家なんだからアポなしで OK でしょ？ やっぱ必要なの？俺、成田ではそうじゃなかったな。六本木では必要なのかな？都会ではそうなの？成田は普通に、和道くーんって言ったら、おー、上がれよって感じだったけど。ほ い、本当だよ。和道くーん、和道くーんって夜中。おー、上がれって。いや、友達でしょ、あんなもん。あんなしょうもないの。くっそ怒られるから。 じゃあ今から行く？今から行く？どれくーんって、どれくーんって、どれくーんって、どれくーんって。ねえ、友達の家遊び行こう。 行く？いや、行こうよ。どれくん遊ぼうって言って、どれくーんって来たよって。ドンジャラ買ってく？3人だったらドンジャラできるから。遊ぼうっつって。行こうか。いや、のんちゃんが車出すよ。っていうか、段ボールまだ見てる？段ボール、支度してんだろうね。多分女の子だからね。化粧してるんだろうね、多分。向こうは友達と思ってるでしょ。え、ドレさん、俺のこと友達じゃないと思ってんの？怒るよ。怒るよ、俺。
友達でしょ。違うの。暇、これ一番いいじゃん。どれくんの家遊び行こう。ジェンガとかね。いや、電話出ないから。ユミちゃん。電話出ないのよ。てか、電話に、俺の電話に出ないってことは、電話なんかいらないぜってことでしょ？アポイントなんかいらないぜアピールでしょ？いや、友達でしょ？うん。絶対。どれくん誰？家知らない。家知らないけど。どれくんの家行こうよ。どれくんの家。怒られっかな。逆に面白いのね、怒ってもね。知らない家は。でも配信回しながらどれの家行くってやったら大丈夫でしょ。何かしら動き出すでしょ。じゃあ今通話中なの？誰か女と喋ってんのよ今。女と今なんか、いやほーいってやってんだよ多分。女と。女リスナーと。出たいなーっつってんだよ。うん、あれドルさんって何時からだっけ？ 3 時ぐらいから放送だっけ、うん、え、キレーター見たことあんの？ユミちゃんは。キレたの見たことあんの？暇だなぁ。いや、ぶっ飛ばされないでしょ。友達なんだから。2時くらいか。まあ、2時に間に合うように行けばいいかな。昨日イヤホイが進化したの。うん、いつもキレてる。あ、配信あんま見たことないかな、うん。さっきまでリスナーいたんだけどね。うん、いや逆にもう2000発欲しいってなったの。逆に2000発ちょうだいって。今日ならもらえる気がするわっつったら全然5発しかもらえなかった。もう1人1個くれたら大丈夫だわってなって、で5発しかもらえなかった。もう退屈なんだよ今日。逆に1発ちょうだいってお願いしたの。もう逆にもういいわっつって、暇すぎて退屈すぎるから100万ちょうだいっつって。うん、あ、ドルさんいらっしゃい、うん、ドルさん今から家行っていいですか。風船ありがとうございます。ドルさん今から行っていいですか。はい、ダンボールありがとう。あざーす。ダンボール久々花火じゃん。ダンボールあざーす。久々花火っつうか閲覧最近見てなかったからね。あざーす。あと1994発だから100万まで。急にリング上がれよって、リング上がれよって本気で言うから、うん、ダメかな。電話しないでもアポなしで行っちゃおうよ。大丈夫っしょ、友達だから。いや場所だ、六本木一軒一軒民謀したら大体どっかしら。大声で叫べばいい。どれくーん、どれくーんって。ダメかな。あるタイミングで急に真顔になってリング上がるよって連呼する。暇だな、暇だわ。なんで妻にゃんのことを家にあげて俺のこと家にあげないんだろう。全然意味わかんねえわ。全然意味が全然わかんねえわ。あんなに愛し合ったのに。あんなに、あ、 LINE 来たか。石野からメッセージ来たわ。石野からメッセージ来たわ。石野からメッセージ来た。喉から手が出るほど死にたいってメッセージ来たんだけど、なんて返せばいい。喉に手を入れればいい。ねえねえねえ、ちょっとみんな、石野からメッセージが来て、なんて返せばいいかな、これ。
喉から手が出るほど死にたいって来たんだけど、なんて返すのが友人として正解？これ石野からの LINE なんだ。どうすりゃいいかな、これ。喉から手が出るほど死にたいって来たんだけど、どうすりゃいいかな。じゃあ、石野、どうしようかな。死にてえの、そんなに死にてえのかよ。え、マジかよ。出ねえな。死にてえのに電話出ねえってどういうことだよ。なんだこいつ、マジで。なんなんだよ、出ろよ。もしもし。もしもし？お前暇？はい。暇です。俺、ちょっと友達の家行こうぜ、一緒に。誰の家ですか？それ秘密なんだけど、俺とのんちゃんもう行くって決めたから、ちょっと支度して。はい。いや、ちょっと、露箱だったら嫌なんですいや、か？もうドルさんち行こうぜ。おー。面白いでしょ？ 3 人で。で、俺らは配信の邪魔しないの。後ろでずっとドルさんの放送、ポテチとか食いながら聞いてよ。え、僕、臭いっすけど、大丈夫です大か？丈夫、大丈夫。ドルさん、そういうの全然大丈夫だから。え、ドレイさんって僕のこと知ってるんですか？知らない、知らない。大丈夫だよ。大丈夫、俺、大丈夫です大か？丈夫、大丈夫。ドルさん、すっげえいい人だから。行こあ、本当っすか？う。うん、大丈夫、俺が保証すっから。行こうぜ。行こう。今すぐ準備して、俺の家来て。じゃあ、向かいます。オッケー。ちなみに、今どういう状況なの？どんな気分なの？喉から手が出るほど死にたい。オッケー、わかった。それは忘れないでおくわ。はい。オッケー、行こう。じはい。ゃあ、家に来て、俺の家。家来た、着いたら電あ、わ話ちょうだい。かりました。あ、いよはい、失礼します。ー。はい。あ、もうこれ決定だわ。ドルさんの家行こう。ドルさんの家行こう。うん。え、段ボール、何時頃来る？そうそう、友達の友達は友達っていう感じだから。うん。ドルさんの家行こう、今から。俺ら絶対邪魔しないからな。俺らは全然邪魔しないから。1ぐらい、オッケーオッケー。うん。邪魔なんてしないよ。行こう。え、いいよいいよ。準備してたんでしょ？おいでおいで。うん、おいで。ダンボール。うん。ドルさんの家行こう。あ、石野来るから YouTube ライブで放送するから、YouTube チャンネル登録しといてください。YouTube ライブで、放送します。いやー、行こう。のんちゃんも準備しといて。着替えてください。うん。後ろで着替えてよ、ちゃんと。うん。うん。いや、死にてんだもん。うん。うん。いや、ドルさんの家行こう。面白いよね。うん。賛成な人は花火ください。花火ください。賛成な人は花火ください。うん。YouTube ライブで放送すんで。うん。行こう。YouTube ライブでやるんでね。YouTube ライブチャンネル登録しといてください。花火ありがとう。花火ありがとう。うん。超面白いじゃん。あ、いい暇つぶし見つかったわ。いい暇つぶし見つかったわ。いや、絶対探し当てるよ。絶対大丈夫。絶対大丈夫。あ、YouTube で配信するんでね。よろしくお願いします。
どうなんだろうね。どうなんだろうね。ノルさんの家行こう。どの辺かな。特定班いるのかな。どの辺なんだろうな。え、みんなさ、ドレさんと俺って友達だよね。大丈夫だよね。俺だけのさ、ツバニャンか。ツバニャン連絡先知らないんだよな。ツバニャンは知ってるかもしんないけど。いや、俺とドレさんってね、友達だもんね。大丈夫だよね。俺だけ片思いとかじゃないよね。大丈夫？なんか嫌なんだけど、そういうの。親友だよね。親友だよね。大丈夫だよね。なんか逆になんかトラウマとかにならない？俺傷つけられないかな？大丈夫かな？友達だと思ってたのにってならないかな？なんか不安になってきたわ。なんか不安だわ。大丈夫かな？ノレさん友達じゃない、だから親友だから親友だから3人っていうかもう10人ぐらい入れるし、10人大丈夫、大丈夫、ユミさん大親友だから、絆深えから俺もう殴り合った仲だから大丈夫だよ、まさかね、まさか俺のこと拒むなんて絶対ありえないかんな。大丈夫だよね。相思相愛だよね。さっきね、のんちゃんのことをドレさんコメント書いてたもんね。お前、羨ましいわ、その彼女って書いてたよ、さっき。だから、のんちゃんのことも多分好きなの。もうないか。行こう。ドレさんの家、行こう。なんか言われたら暇だったんでって言おう。暇だったんですいません。いや大丈夫でしょ、絶対大丈夫でしょ。いやそれ配信の邪魔したりしたらダメだけど、俺邪魔しないタイプだもん。石野も俺も石野も俺もめっちゃねえいい子だから、めっちゃいい子、めっちゃいい子だから。のんちゃんもいるんだよ。3人でお邪魔するんだから。大丈夫でしょ。なんかバナナかなんか買ってけや大丈夫でしょ。ドレさん多分ね、バナナ好きだでしょ。多分バナナ買ってこうぜ。バナナ食べてるイメージある。あるよね。バナナ絶対好きだよね、ドレさん。なんかバナナ買ってこう。今日レディースデーだでしょ。リスワンじゃないでしょ。今日レディースデーだよ。ユミちゃんね、あのそういう憶測で喋んない方がいいよ。今日レディースデーだからね。あのバカすぎる。そんなもん閲覧が欲しいとかどうでもいいから。有名になりたいとか。もっとね、邪悪な何かで動いてるから俺は。そういうね、浅いね、横島じゃないから。あ、リンゴの方が好きなのかな。あのリンゴの箱何なのかね。よっしゃ行こう、ねえ煙に負けるよね。いや俺が暇ってことはドレさんも暇なんだよねえみんな暇なんだから、絶対そんな小さい男じゃないよ、大丈夫だよ。みんな考えすぎみんな考えすぎ、行こう、決めた。石野臭いよ最近だって20日ぐらいお風呂入ってなかったからね。まあ前回臭かったよ本当に。この間入ったから3日前ぐらいか、入ったの4日前ぐらいだから、多分この前風呂連れてったっきり入ってないね、風呂。若干臭いぐらいだろうね、今日は。前は結構臭かったね。
結構臭かったわ。車に乗せてちょっと匂い残るかなっていうぐらい。ファブリーズだったらなんとかなる。大丈夫。うん、いや臭いっすよ。一種の臭いよ。さすがに20日入んなかったら臭くはなるよ。服に染みついてたもん。いや大丈夫だよ、うん、ドルさん優しいから大丈夫。なんかね、いい展開になってきたな。いや面白いじゃん、ドレさんの放送にのんちゃんと俺と石野が座ってたら絶対面白いでしょ。絶対面白いじゃんね。お、誰か来た、石野か来た。じゃあみんな YouTube ライブ行きます。お疲れ。みんな YouTube 行きます。お疲れっす。通勤見る人は YouTube 来てください。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。